は、まあ、個人的にもすごく成長しましたし、チームもすごく成長したと思います。その中で自身プロ初ゴールも決めましたよね。はい、それは来シーズンに持ち越しますか？嫌です。改めて目標設定し直します。そうします。まずはゼロに抑えた上で、来年の目標を聞かせていただけますか？5点決めてないんですけど、10点にします。来年は今年以上に厳しい試合になると思いますので、僕たちと一緒に頑張っていきましょう。